リポーターのひなちすこと渡辺ひなたです。はい、なんちゃまこと浅田なんです。はい、今ちょっとあのね、重大発表が、あの人気アイドルのチームクレレコから重大発表があるとのことです。なんだろうね、なんだろう、なんでしょう、ちょっと聞いてみましょう。聞いてみましょう。何かありますか、何かありますか。はい、あの何があるんでしょうか。近いな、何があるんでしょうか。あの、喋らせてもらってますあの、私たちチームクレレコが6月23日 ZIP 東京で行われるアイドルジェネレーションに出場することが決定しました。はい、こちらが重大発表でございます。お見込みを、意気込みを、早いけど結構リポートバラバラだけど、あの意気込みですか。私からじゃあ言わせていただきます、はい、私浅野彩香なんですけども、意気込みとしてまず ZEP 東京っていうステージに立たせてもらうことが初めてなので、まず緊張はしてるんだけど、でもすごい大きなステージで夢でね見てたステージなので、一生懸命踊って楽しみたいと思いまーす。イエーイ、ありがとうございます。次、あやかさん、あやかさん、あやかさん、なんかこのリポーターなまってるんですけど、なまってますね、なまってますね、そんなことないですけど、なんかありますか。あやかちゃんの後に喋るの本当に嫌なんですけどあの本当にすごいステージだと思うので、一生懸命と今までの成果を生かして一生懸命頑張っていきたいなと思います。楽しむぞ、イエーイ。すごい、この記者会見すごいあのゆるゆるなんですけど